カラオケに若者たちが入ってて歌ったら、そこにいるお姉さんたちが何この曲古いって言ったんで、俺はやってやろうと思ったんですよ。冗談じゃねえと。面白い。このそれ本当にあったの？おったんです。こいつらを絶対感動させてやろうと思った。でもまあそれはそうだよ、若い子があんな曲聴いたって、うん、難しいなと思いましたよ。だからそれを今にアレンジしたらどうなるかっていうのが、愛という名のもとにと、一つ屋根の下の二つに分けて。愛という名のもとにもそうなの？思っておく。あれも愛という名のもとにのちょっとそれかだって家族の話じゃないから。あでももう原点は若者たちです。で若者たちの映画を見て、野島伸司さんにこの映画を、見てって言って彼は行って、で見て何かで帰ってきた時に、もう太田さん分かりましたから、むしろ自分がやりたかったことはこういうことなんだみたいなことを言ったんですよ。